はい、タバコの喫煙動画。巻紙デビュー。今回は、こちら、スモーキングのブルーです。こちらは非常に薄いですね。うん。非常に薄いペーパーとなってます。ほら、薄い！めちゃくちゃ薄い。今まで最高に薄いかもしれん。めっちゃ薄い。スーパー極薄ペーパーです。まあ、スモーキングなんで60枚入っててね、100円ですから。まあ、変な味とかしなければいいんですけどね。それでは、吸っていきましょう。このギゼのスリムローラーがなかなかクセもんで、あれなんだよな。超極薄、極細しか多分、エクストラスリム対応なんじゃないかな、これな。スリムっていうか、エクストラスリムになるんだよ、これ。ギッチギチになるんですよね。かなりゆるゆるで、量少なくしないと、ギッチギチになるんですよ。おいっと、吸いまーす。あ、明らかに、あれですね。あ、タバコの味がすごい出てる。うん。あ、これはいいな。明らかに噛み臭さが1ミリもないですね。噛み臭さが1ミリもない。うん。しっかりその、これはチェのブルーなんですけど、チェのブルーを、美味しい。ああ。やっぱ髪の厚さは本当に偉大ですね。うん。あ、これうめえわ。これちょっと見てみましょう。手巻き屋。最近手巻き屋でもね、いろいろまた買ったんですけど、まあね、ちょっとペーパーの、この、スモーキングのブルーの欄を見てみましょう。スモーキングのね、シネストも買ったんですよね。ブルー。あれ？ブルーがないけど、ブルーのダブルはあるな。ブルーのダブルはあるね。環境に優しいフリーツリー、ん？ツリーフリー商品。燃焼速度遅め。120枚入り。書いてあります。へぇー。フリーツリーだって。特にそこら辺のフリーツリーがどうたらこうたらってのはここに書いてないですけどね。メイドインスペインって書いてありますね。スペインで作られてるやつ。うん。これはあれだな。これおすすめできるね。明らかに。ブルーと。木のパルプを不使用だから環境に優しい。と書いてあります。これ Amazon で、5300円で売られてますね。一箱。50個入りで5300円だから、まあ、若干安いか。50枚だから、
5000、100円安いですね。税込み108円だから、5300円で配送料無料だって。100円安いですね。他の、ブロガーの人。あれ、なんか色が違うんだよな。あれ？この色濃いんですけど、濃いブルーじゃないですか。俺が、その見てるその、手巻きタバコのそのガイドの人は、薄いブルーですね。これ違うのかな？もしかしてこれ違うのか？それともあれ変わったのか？変わったのか何なのかはちょっとわかんない。変わったんかな？最近色変わったんじゃない？濃くなったんじゃない？昔はちょっと薄かったみたいですね。濃い、水色みたいな感じ。うん。あ、嘘？あ、これか！あれ違うか。フリーツリーマーク、ツリーフリーマークか。がプリントされてますって書いてあるけど、この丸いやつかな？この丸い、このマーク。他にだって丸いマークもないもんね。あれ？これ別商品かな？ウルトラツイン60リアベスって書いてあるけど、3のこと一切書いてないけどな、これ本当にスモーキングのブルーなのか、本当に。そこら辺の店で買ったんですよ。そこら辺の、タバコ屋で買ったんですけどね。これ昔のやつなのかな？わかりません。これはフリーツリーじゃないのかもしんない。濃い水色だもんね。薄い水色じゃないもんね。うん。やっぱ他のさ、タバコショップ、オンラインのタバコショップとかでも見ると、明らかに薄い水色なんですよね。空色っていうのか。ね。そんな感じなんですけど。あれ？違うんかな？スモーキングのブルーっていうのが、ではなく、スモーキングナンバー8ブルーっていうやつがフルーツ、ツリーフリーなんらしい。ということは違うのか、これ。別物なのかな、これ。まあ、どちらにしたって、あれだな。非常に美味しいです。これは文句なく、これ5つ星でしょ。5つ星、ご視聴ありがとうございました。